横浜中学校、高等学校は、神奈川県横浜市金沢区に所在し、中高一貫教育を提供する、私立中学校、高等学校、高等学校において、中学校から入学した、内部進学生徒と高等学校から入学した、外部進学生徒との間では3年間別クラスになる併設型中高一貫校、創立以来男子校であったが、2020年に、 教学化した。1942年、旧制神奈川県立横浜第一中学校の校長であった国土史郎によって旧制横浜中学校として設立され、後に旧制本木中学校を吸収。かつては商業化も存在したが廃止されている。現在は大学進学に向けての特進、分離、特性及び 中学校と高等学校を併設しての中高一貫、教育などの各コースを設けている。特進コース国公立有名私立大学を目指すコースとなっている。また、部活動への所属は可能である。分離コース中堅次第以上を目指すコースとなっている。なお、1年次にテストなどの基準を満たしていれば、特進コースに編入することも可能である。また、2年次から理系、 文系に分かれる。3年時にクラス外は行われない。DA、文 A クラスも編成されるが、近年は死亡者数減少のため編成されていない。特性コーススポーツなどの分野に長けているものを、主に対象しているコース。大半の公式野球部員は、特性コースである。6カ年一貫コース横浜中学校からの、進学者を対象にしているコース。なお、 六カ年一貫コースには選抜クラスという特進コースと同様に国公立、有名私立大学を目指すクラスが存在する。高歌作詞、小山徳次郎、作曲、三栗明義、1951年9月制定、4番までが存在。高歌は公式野球部が選抜高等学校野球大会と全国高等学校野球選手権大会に、 出場した際に流れるため、神奈川県以外の都道府県でも知名度が高いことで知られている。歌詞には、緩やかな丘が存在する、富岡、絶害の連なる磯国屏風河原、当時は、東洋一の将校であった横浜、といった地名が盛り込まれている。交渉交渉は、創立者、国土、史郎の家門及び、横浜市長の外枠を組み合わせてデザインしたものである。文化祭であり、 例年の11月3日頃の土曜と日曜日に開催されと10月7日に行われた横浜中学校及び横浜高等学校が共に行うことにより横交際と称される内容としてはクラブ、クラス単位の発表、展示、報告及び父母会、有志の制作品の展示及びその販売などである中でも応援指導部の吹奏楽部を交えた 応援の実演披露は、甲子園で公式や球部を応援するスタイルと同様なために多くの観客を集める。その他に、父母会主催の模擬店にて飲み物や物品などの販売が行われ、開催期間中は生徒用の学生食堂が一般来校者にも開放される。また、来校者としては、年齢や性別を問わずの老若男女が訪れるが、 比較的に女子高校生の姿が目立つ。運動部全国大会のレベルの実績を持つのは、公式野球部16回、夏18回出場。1998年には、明治神宮、国体を合わせた、史上唯一の四冠達成のほかアーチェリー部、バドミントン部、自転車競技部、剣道部、柔道部、アメフト部、水泳部など、現在は、 廃部となったが、レスリング部、ボクシング部もプロ選手を輩出している。公式野球部は、プロ野球選手を多く輩出している。野球スカウトでしかこの学校の公式野球部には、入れず、全国から野球エリートが集まるため、レギュラーを取るのは、なかなか難しい。文化部数々の入選実績がある、書道部、写真部、全国俳句大賞で最優秀作品賞に輝いた。 俳句同好公会、囲碁、将棋部も全国大会に出場。その他、前述のコンクール入賞や、甲子園においての応援指導部及び吹奏楽部、などがある。第1応援歌、新聖の歌、第2応援歌、白雲なびく、第3応援歌、第5応援歌、第6応援歌、横高に、勝利あれ、理想の旗、横高魂爆発横高アトム。 横高マーチ、ストーンブリッジ、B1、B、B2 等がある。また、新しく、新しき時代に、が、かは得られるが、これは作詞、作曲をした、慶応義塾大学 OB より譲られたものである。2012年10月7日に行われた第70回の、横浜高校創立70周年記念祭にて、応援指導部より披露された。2017年度から新しく、 リバー・エンジョイが加えられた、校内校外横浜高等学校同窓生の近況、母校のニュースのお知らせと、新しい同窓生の交流の場として設けられている、学園長歴代学園理事長、歴代高等学校校長歴代、中学校校長選手名の前のはタイトルを獲得、または表彰を受けた選手。ありがとうございます。